あ今回ですね、あのーまあ、僕の YouTube が2000人超えたということでですね、ちょっとあの感謝の、まあ、念を込めてですね、ちょっと僕がですね、個人やフリーランスがまあ年収1000万円を稼ぐための必要だったこと、まあ、実際僕がですね、まああのー、年収1000万を超えたときに、やっぱり必要だったことっていくつもあるんですよ。あ、これやってよかったなとか、これ必須だったなとか、あのこれはやった方がいいんじゃないかなっていうのが、やっぱりまとめてみたら31個ぐらいあったんですよ。 でもこれ保存版っていう形でですね、ブログの方にその下書きはしたので、でブログの記事をですね、ブログの記事だけだと、やっぱり伝わる内容とかだったりとか情報量っていうのはどうしても少なくなっちゃいますので、あのブログの記事を読みながらですね、その解説動画っていうのをですね、今撮っていきたいと思いますので、まあ、例えばですね、31個のうちのまあ3つぐらい、あ、これはやんなきゃダメだなっていうことがあればもうけもんじゃないですか。 そうだから1個でも、あ、これはいいことだなっていうことがあれば儲けもんじゃないですか。だからその1つでも5個でも人によってはあ20個これはやってみようとかあ、まあそういった考えになるといいですよね。で、年収1000万達成するためのマインドであったりとか、やるべき行動30選、あ、31なんですけど、30戦になってますね。ここまあいいや。で、こんまあ、こんな感じで僕ブログ、 を作ったんですよこれ、ライティングの技術ですよね。ブログだから、自分のコンテンツ、メディアを作る技術で、コピーラー、ライティングですね、ライティングの技術であったりとか、物語を構成する技術、こういったものっていうのは、やっぱり人生生きていく上で、まあ、絶対にあった方が稼げますよっていうことなんですけど、まあ、僕の YouTube チャンネルが、まあ、おかげさまで2000人突破した、本当ありがとうございます。で、今回、の、マインド動画ですね、を今から撮っていきたいんですけど、 まあ僕は実際にやってきたことなどを記事であったりとか動画にまとめます。で今後ですね、必ず1000万円を、年収1000万円超えたいっていう人めちゃくちゃいると思うんですよ。多分、勉強している方じゃないですか。これ聞いてる方とか、ブログ見る方っても勉強している方じゃないですか。かその人たちって、やっぱり副業であったりとか、本業プラス副業で、あ、いつか年収1000万円超えたいなって、だその時に一つでもやっぱり役に立てることであったりとかが、まあ、共有できればいいかなという形ですね。 で、今回ですね、こんな感じでまとめたんですけど、まあ、まず一つからですね、その順番にですね、解説、動画を撮りながら解説していきたいと思います。で、年収1000万円を、あ、こういうの間違ってますけど、あの、後で書いときます。年収1000万円をまあ超えるためのやるべきことで、まず一つですね、えー、最初、1、必ず年収1000万円を超えると強く願う。これもですね、あのー、 要は願わないと結果を願わないとその行動であったりとか毎日の行動、習慣っていうのがあの身につかないんですよ。だから私は僕は必ず年収1000万円をいつか必ず超える目標にするゴールにするっていう明確なゴールがあるからそのゴールにたどり着くたどり着くまでの道のりっていうのを自分で歩いていくわけじゃないですか。 だから 100m 走もそうですよね 100m 先にゴールがあるからあの頑張って走るわけじゃないですかだから自分が思う人生のゴールでもいいですしあの途中経過のゴールに年収1000万円という、まあ、ゴールっていうのを一つ置くんですよそこにそうするとそのゴールまでの道のりっていうのが必ずできますのでこの道のりをどうやって、えー、歩いていくかどうやってくぐり抜けていくか どうやって一つ一つの壁をぶっ壊していくかっていうことなのであの必ずやっぱ願うっていうことがすごく大事なんですよだって願わないとそもそもあの叶わないんですよその願いっていうのはだから例えば私はいしお医者さんになりたいっていう人はなれるかもしれないですけどお医者さんになりたいとも一切思わない人は勉強しないわけじゃないですかだからそれは願っていてゴールを設定するから あのそのゴールまでの道のりっていうのを自分であのコツコツ歩いていくことができるのでだから必ず年収1000万を超えてやるんだっていうですねやっぱり思い意志っていうのはすごく大事なんですよ願うことすごく大事なんですよだから願っていきましょうってことですねで2番ですね今日が一番若いんだ今からでも変わるんだという強い意志これもですね YouTube の梁学長がよく言ってるんですけど要は過去に戻ることでできないんですよ だから2年前に私は戻るんだとかあの、10年前に戻ってビットコイン買うんだとか、何もできないんですよ、そういうことって。要は、過去に戻れないんですよ、タイムマシーン乗れないんですよ、今。ドラえもんもいないし、だから今が一番若いんですよ。今が20代の人、あまあ、10代の人からいるんですけど、僕のコンサル生で、大学生の男の子なんですけど、10代の方、20代の方、30代の方、40代、50代、60代、70代と、あの今が一番若い時なんですよ。 それだったらあの1年後でも半年後でももっと楽になりたいじゃないですか人間の願望的に。どん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 時間が経てば経つほど楽になっていきたいじゃないですか。だから経済面的に楽に楽なれば 経済が楽になれば今度精神面的に楽安定するじゃないですか。要は悩みっていうのが減りますよね。お金が増えれば増えるほど。だから今が一番若いんだと、やっぱり考えて、願って、今からでも買われるんだという強い意志を持つんですよ。だからあの今日から例えばえ何かをインプットするとかアウトプットするとかでもいいんですけど、だから必ずですね、今日が一番若いんですよ。過去には戻れないんですよ。だったら半年後、1年後、5年後。 もっと自分の人生楽になった方がいいじゃないですかもっと安定できた方がいいじゃないですかだからこれから逆算してって未来を良くするために日々行動何をすればいいかっていう僕は逆算してったわけなんですよだから一番で言うとまあ僕はですねやっぱりあの絶対に年収1000万円は超えてやるっていう強く願ったりとか毎日やっぱり思うわけじゃないですか毎日、どうやれば、 要は稼げるんだなとかどうやればなんか知識って増えるんだなとかやっぱり毎日考えたりとか行動することをやりましたね。であとは今日が一番若いんだってあの常に思っているから新しいことにチャレンジしていけたわけなんですよ。だから今この動画を撮っている時も今日が一番若いんだと思ってるわけであって、うん、これからまあ明日も明後日もまも、あ、昨日一昨日とか一年前とかで、ね、もう戻れないんですよ。 だったらその戻れなかったことっていうのが何もやってない時期だったら将来何も身にならないわけで今からコツコツ毎日2時間でも1時間でも何かを作業すれば要は1年後2年後やっぱりどう考えても楽になってくるんですよだから今からでも変われるんだという強いし今が一番若いんだというあの再認識っていうことをするとすごくいいと思いますね3番ですね 1,000万円いくためにはですね実はあの月収でいうと84万円ぐらい稼げばあのかける12で1,000万円超えるんですよじゃあ逆算したら月に84万円稼げばいいんだっていう、えー、計算式になるんですよでこれを逆算した時に例えば僕のコンサルセとかもそうなんですけど本業をやってる方もたくさんいらっしゃるんですよ本業業をややりながら副業をやっている じゃあ仮に本業はですね、えー、まあ、手取り30、まあそうですね、まあ、額面でもいいんですけど、30万円だとして、まあ手取りでもいいんですけど、まあ30万円として、そうすると残り54万円になるじゃないですか。じゃあ、54万円稼ぐために、あの、例えば1日2万円稼げばいいんだなと、2万円稼げば月間60万円じゃないですか。じゃあ、1日2万円稼げるために、 何をすればいだからそうやってどん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 逆算していってあのスモールステップっていうのを自分なりに見つけていくんですよ。そう、だから、えー、例えば本業専業の人だから、まあ、会社に行ってない人とかフリーランスとか個人事業主の方だったらまあえっ、ー、とまあ毎日3万3000円ぐらい稼げばあ違うか84万なのでまあ 84万割る30とかすすんですよもう1回そうすると、84万割る1ヶ月で30日だから、約2.88万円だから2万8000円ですよね。だから本業じゃなくて、要は個人事業主とかフリーランスの方は、あじゃあ、1日2万8000円稼げばいいんかっていう、そういった思考になるんですよ。じゃあ、例えばですね、あの物販で、えっと、2万円稼ぐとか。 あとは YouTube とかブログとかそういった情報発信で8000円稼ぐとかあのこういった形でですねいろんなこといろんなことを逆算しながら要はまずはあの目の前に目の前のことから見ていくんですよあの今日いくら稼げばいいんだとか明日いくら稼げばいいんだとか1週間でこれだけやればいいんだとか1ヶ月で直すとこれだけかとかそれが1年になったら年収1000万回みたいな だから僕はあの逆算していきましたね、最初やっぱり。年収1000万でやっぱり大きな数字なんですけど、これをすごくミニマ,でミニマムで考えると、1日2万8000円かっていう形になるんですよ。じゃあ2万8000 1日稼げるような行動を今度すればいいわけなんですよ。だからそれはすごく大事ですね。だからやっぱり逆算して逆算して、どんどん大きい あのー、マクロの視点からミクロの視点にどんどん要は大きな森から、まあ、小さな木になんか目をこう、うん、絞っていく感じですかね絞っていってあの日々やることっていうのを明確化していくってことがすごい大事ですね日々の目標っていうのをもっと明確化していくとやるべきことっていうのが今度明確化するので今度それを習慣化すればいいってことですねであと4番ですね 毎日知識を増やすす行動するこれすごく重要なんですけど、えー、知識が増えないと要は稼げないんですよどういうことかというとあの稼げる人ってその稼ぐやり方を分かってるだけなんですよだからブログだったら SEO をこう攻略すればあの記事が上位表示に上がるから、えー、月収100万円超えるなとか物販だったらあのこのやり方でこうやって売っていけば 例えば月収100万円超えるからみたいな YouTube だったらあのこういった動画を作れば人にたくさん何万再生とされるからこういった動画を作れば、えー、月収100万超えるんだなってただ分かってるだけなんですよ知識要はそのやり方を分かってるだけなんですよ攻略本を持ってるだけなんですよ自分なりの攻略本だからその攻略本っていうのは手に入れるためには 誰かの真似事でいいんですよなんでかって言ったらみんな真似事で稼いでるんですよ要はあの学ぶって真似るなんですよ学ぶっていう語源は真似るっていう言葉から来てるらしいんですよだから誰かが成功していることっていうのを真似てそれをあの手張りですよねしっかりとあの実践していくってことが大事なのであの真似るってことはもうどこかにその情報っていうのは落ちてるわけじゃないですか だからその情報を落ちてるってことはその情報をやっぱり知識をその情報をイコール知識じゃないですかだからその情報っていうのを増やす行動っていうのは例えば本を読んだりとか YouTube で動画を聞くとかあの例えば教材を買ってみるとかスクールに入るとかやっぱりあの知識に投資するってことがすごい大事ですねこれまさにインプットですよねあの自分自身の脳みそであったりとか行動とかあのそういったものをインストールしていくっていうイメージですね 毎日この行動をやれば、例えば1日3時間、2時間、えー、インプットしてますってなったら月間60時間になりますし、あの年間で700時間あの知識が増えるわけなんですよ。さすがに年間700時間増えたら、やることっていうのが明確になるので、稼ぐことって結構簡単になるんですよ。だから人間、本当に1年とかで変われるんですよ。あのしっかりと毎日やる,やるべきことっていうのを積み重ねると。 だからインプットもめちゃくちゃ重要ですね。でやっぱり知識を、で五番、知識を増やす行動をやめないってことですね。だから知識を増やす行動はもう動画でもテキストでも本でも動画でも音声でも何でもいいんですけど、あのこれって積み重ねっていくんですよ。要はあの知識に税金はかからないとよく言われてるんですけど、あの知識って増やしても増やすほど税金ってかからないんですよ。だから知識を増やす行動さえやめなければ、 自自分自身が常ににレベルアップしていくのででどどんんん稼げるようになるんですよだから年収1000万っていうのはどんどん近づいてくるんですよ。で6番ですね。毎日自分の資産を増やす行動をできているかアウトプットしているかってことなんですけどあのインプットだけしても全く意味がないんですよ。だって自分が勉強してインプットしてもお金って増えないじゃないですか。行動しないと増えないわけなんですよ。その行動っていうのはまさにアウトプットなんですよ。じゃあアウトプットは何かって言ったら オンラインとオフラインのステージがあるんですよ。お金を稼ぐときには。オフラインっていうのは、要はインターネットを使わないっていうことであれば、例えば接客業とか、ラーメン屋さん開くとか、雑貨屋さん開くとか、うん、あとは保険会社の代理店やるとか、これまさにオフラインじゃないですか。あの僕の場合は、その資産を増やす行動をアウトプットするときは必ずオンラインの事業をやるんですよ。 だから自分の資産イコールブログの記事数であったりとか、自分の持ってるサイト数であったりとか、あの自分の YouTube の動画数であったりとか、あとはあの物販だったら物販の出品数であったりとか、これがまさに資産を増やす行動、アウトプットをしているかってことなんですよ。だからアウトプットも、えー、まあ、やっぱ1000はやった方がいいですね。前も100よりは1000っていうことを伝えたんですけど、例えばブログだって100記事あっても、 100機じゃなくてスズミの涙,涙なんですよ。出品も 100, 100, 100個出品してもスズミの涙なんですよブログ。動画も100動画撮ったところでスズミの涙なんですよ、全部。だから最低4桁、1000, を1000やるんですよ。ブログも1000。中堅ブログになりますよね。動画も1000動画。毎日何かしらあの動画視聴されるのでチャンネル登録増えたりとか自分の影響力増えますよね。 で物販だったら100品出品するよりも1,000品出品すればそもそもあの数打ち論で10倍売れる確率が高くなるわけじゃないですか1,000品になるわけだからだから4桁の数字を何かしらで達成させるってことがすごい大事ですね ブログでも1000、えー、動画でも1000、えー、出品でも1000。それはすなわちアウトプット。でそれはすなわち自分の資産を増やす行動。で1000っていうのはあの途方もない数字なんですけど、毎日コツコツやる数年間で達成させるでもいいんですよ。例えば動画1日1本出せば3年間で1000超えますよね。で、えー、ブログの記事だったら、えー、それも3年間で1000超えますよね。別に3年間でもいいんですよ。だって3年間で1000超えたことって4年目とか5年目っていうのはずっと1000。 線持っているコンテンツの持ち主になれるわけなんですよ。で、例えば出品が一番1000超えやすいんですけど、例えばですね。あの1000だったらまあ。 うん、月間ですね。まあ、200品とか普通に簡単に出品できるので、200品出品すればまあ5か月で1000じゃないですか。じゃ逆算して、じゃ1万品次目指そうみたいな、そうすると50か月で1万品です、ね。だから4年ぐらいであの1万品出品できているのを自分の媒体を持っているってこと、めちゃくちゃ強いじゃないですか。だから出品に関しては、1000超えたら次1万やってもいいんじゃないかなと思いますね。だからそれは自分のアウトプット、自分の資産を増やす行動っていうのは、毎日コツコツやっているかってことがすごい大事ですね。 僕も動画やったりとか今だともうブログもちょっともうちょっと頑張ろうと思ったりとかあのフォロワーもっと増やしたりとかあとはまあ出品数ですよねあの出品数も今友達にですねあの自分の商品あの余ってる商品を渡してで売れたら折半しようとかそういった行動っていうのをやってるんですよイコール自動販売機っていうのをたくさん作らないとお金って勝手に増えないのでだから僕は年収1000万ですね超える ためには自動販売機っていうのをめちゃくちゃ量産してで合計で、まあ、さっき言ったように、まあ、月月ですね84万円稼げばいいんではないんですかっていうことなんですよねで次ですねあの7番実際に0から1にお金を自分の力で稼ぐことを達成するこれがやっぱり最初のハードルなんですよ要は普通の人って例えば高校生からアルバイトしますって時に あの僕アルバイト高校生の時スーパーでアルバイトしたんですけど1週間ぐらいで辞めたんですよなんかもうこれもダメだと思ってダメだっていうかなんか普通に続かなかっただけなんですけど要は時給に関してのお金なんですよだから時給なんですようん雇われなんですよだから雇われではなくってあの自分の力でやっぱり0円だったところを1000円でも稼いだ経験 1> 1万円でも稼いいだ経験とうのを達成すするってことが大事なんですよだからビジネスにおいて一番副業において一番大事なことっていうのはあの01っていうのを達成することあのそこで成功体験を得るってことがすごい大事なんですよそうだからあの必ず01を達成する分野は何でもいいんですよ 物販で01達成できました。YouTube で01達成しました。自分のコンテンツ販売で01達成しました。アフィリエイトで01達成しました。ブログで01達成しました。これ何でもいいんですよ。ただ、ダメなのが、その、ポイントサイトで01達成しましたとか、自己アフィリエイトで01達成しましたとか、あの、これはあんまり意味ないですよね。わかりますよね。 だってやればお金もらえるので自分のメディアでもないし結局人のフィールドで戦ってるじゃないですかだから自分のフィールドで01を達成するってことができれば、えー、OK ですねで次ですね達成したらそこに時間を投資して投下して0から1の種を大きくする要は01っていうのをまだまだ小さい種でしかないんですよ要はもう種を植えると大きくなるじゃないですか 植物でも野菜でもも野菜だからこれを大きくするイメージですね大きくするためにはそこに時間を投資するアウトプットをするしかないんですよだから例えば1万円、えー、物販で稼げましたってなったらそのやっていた行動を10倍にすれば10万円ですし100倍にすれば100万円じゃないですかじゃあ100倍にした時に時間がもうないとか忙しいとか えー、時間をそんなに投下できないってなったら今度それを外注化する覚える要は誰かに頼るとか誰でもできる仕事を例えば家族の方にやってもらうとかあの友達とか兄弟の人に手伝ってもらうとかあのそういったことでまた逆算していくんですよああここまでできんねえなーみたいなでも誰かに手伝ってもらえばできるなーみたいなだからその種っていうのを投下するためにそこに時間を投下して あの同じことを10倍やればあの稼げた金額も10倍同じことを100倍やればその種っていうのは100倍になりますし倍倍やれば500倍になるでもこの500倍っていうのは指数関数ではなくて例えば1年後はその100倍のことを同じことをやっていくと経験が積むんですよだから1万円稼ぐために100倍やるんじゃなくて1万円稼ぐために50倍とかになるんですよ 何でかって言ったらもっと効率が良くなったりとか経験知識っていうのが増えていくのであのもっと例えば、まあ、稼るる方法っっててていうのが分かってくくんんでですすよよ明確化してくるんですよだからそうしたらどんどんそれを効率化していくので本当だったら100倍やらないところが50倍で済みましたとかでもっと効率できれば例えば害虫さんとかに手伝ってもらって。 あの100倍だったところを例えば10倍だけで済みましたとかこれ全然ありえるんですよインターネットを使うとレバレッジが効くのであの全然ありえるんですよだからこれがオフラインの事業だったらあのラーメン屋さんめちゃくちゃ忙しいなったら人数増やすしかないじゃないですか要は労働力を増やすしかないじゃないですかこれまさにレバレッジ効いてないですしあの人件費めちゃめちゃかかっちゃいますよねだからこれだと要はリスクが高いということになるんですよ ではこの01を達成したら次その種っていうのをどれだけ大きくするかどれだけ時間をそこに割けるかっていうことがやっぱすごく大事ですねで9番ですね01を達成したらその物語っていうのがあるじゃないですか自分が初めてブログを契約した物語ドメインを作った物語商品を出品した物語発送した物語とか YouTube で動画を撮って 収益化が降りるまでの物語その物語っていうのをですねブログや SNS や YouTube などで発信するってことがすごい大事ですね要はですねあの今の時代って物語で人は購入するんですよそうなんでかって言ったらあの物語のが分かりやすいんですよそのた稼ぐまでの要は物語っていうんですよねこれすごい大事なんですよ例えば なんか私100万円稼ぎてますっていう人がいて100万円稼げる、えー、稼いだあとだけの情報を発信する人よりも100万円稼ぐまでの道のりであったりとか苦労した点とかあのやってきたこととか頑張ったこととかを発信した方がやっぱり胸に刺さるんですよそういうことってだからその「ゼロ一を達成した物語などをブログ SNSYouTube で発信するってことがすごい大事なんですよ そうすると、どんどん自分の影響力であったりとか、自分のブランディングであったりとか、そういったものがやっぱりどん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 あの増えていくので、やっぱり差別化できるわけなんですよ。ってことですね。で、あの次に続くんですけど自分のメディアを作るってことがすごい大事なんです。自分のメディアっていうのは、自分自身を、えーまあ、自分自身をブランドとした発信なんですよ。僕だったら、まあ、今の YouTube チャンネルとか、このブログとかも自分自身を えー、ブランド化して、要は発信してるわけじゃないですか。だからこれが自分のメディアを作るってことなんですよ。だから昔はですね、そのラジオとかテレビとかって、えー、出ること、出演することってもうほぼほぼ無理じゃないですか。でも今の時代って、誰でもメディアを作ってる、無料で作れる時代なんですよ。自分の YouTube チャンネル、これメディアじゃないですか。自分のブログもメディアですよね。自分の SNS もメディアなんですよ。 あとあの,あのラジオとかスタンド FM とか,かこういったものも自分のメディアになるんですよだから自分のメディアっていうのを必ずあの作らないと人生楽にならないんですよそう今自分のメディア一個もないですっていう方はやっぱり年収1000万円を超えることって結構ハードル高くなっちゃうので自分のメディアをもう2年とか3年かけて育てていて じゃあ3年後に年収1000万だとかそういうのでもいいんですよ。別に今すぐ稼がなかったとしてもあの例えば5年後に年収1000万円になったとしてもそれはそれでいいじゃないですか。だって年収1000万って日本人のん5%ぐらいの割合らしいですよ。だから100人に5人みたいな割合らしいですよ。じゃあその100人の中の5人になるのが例えば5年後でもいいじゃないですか。3年後でも。だから長い目でやっぱり育てていくってことがすごい大事なんですよ。 まあ大事ですねで自分のメディアを作るで11番そうです、ね、メディアを作ったらそのメディアを大きくすることを習慣化するこれもですね例えば僕 YouTube だったら毎日投稿して、えー、3年で1000動画みたいなブログだったら毎日投稿して3年で1000記事とか SNS だったら毎日3回ぐらいつぶやいて、えー、月間で1000ツイートみたいな。 でこれがまさにですね、えー、メディアを作ったらそのメディアを大きくすることを習慣化するだから動画1本 YouTube で撮りましたとあの次の動画が1ヶ月後とかだったら絶対そのメディア育た,た,育たないじゃないですかだから僕のこのブログみたいに半年間放置してたらそのブログ育たないじゃないですかだから僕もそれはあのしっかりと反省してもっと大きくブログあのちゃんと追加していこうかなってやっぱり思ってるんですよ そうだからこの継続してメディアを育てるってことはすごく大変なんですけどそのメディアを毎日育てていたから例えば学さんとかあのめちゃくちゃ影響力持ったじゃないですか両学長とかも毎日 YouTube 発信してめちゃくちゃ影響力持ったじゃないですかだから結局すごく影響力持ってる人って毎日何か自分のメディアっていうのをコツコツ一つでも更新してるからこそ,そそこにファンがついてくってことなんですよ。 そうして自分のブランド力を高める、高められた、人と違うことをやって差別化した、あの、オンリーワンの存在になれたっていうことなんですよ。だからメディアを作ったら、そのメディアを大きくすることを習慣化する、で、そのメディアを、えー、止めないってことですね。YouTube、ブログも1ヶ月間放置したら誰も見られないですし、そのチャンネルとかブログとか弱くなるだけじゃないですか。か僕はもうブログ弱くなってるんですけど、 あのしっかりとまた更新していきます。必ず僕はですね、あの決めたんですよ、最近。あの今ですね、ブログ1000記事、あの3年、2年、3年かかって必ず入れるっていう認識に変わったんですよ。そうすれば3年後ですね、あの自分のメディア、ブログ、1000記事持っているブログの人になれるんですよ。そうすると、そのブログの記事の何かしらのページから毎日 PV っていうのが増えるので、 あの今以上に自分のブランド力とか自分の差別化とか自分のメディアっていうのを持てる人間になってるのであのまたブランド化っていうこともできるんですよ。そうだから僕の目標としてはあの必ずこのブログですねあの1000記事入れることっていうのはあの3年かかってもやりますね。 で次は、えー、メディアを作ったら自分の商材や商品を作ってみるってことなんですけど、まあ、例えばですね、このブログも僕そうなんですけど、これ自分で商品作りましたよね、この Amazon で、Kindle で。 eBay の本書いたりとか副業の本とか書いたりとかそうするとそのブログが例えば1万 PV とか行って自分の本とか書籍紹介すればそこから誰かが見てくれたりとか購入したら自分に自動販売機として不労所得っていうのが得られるじゃないですかだからメディアを作ってそこに人を集めることができたらあとは自分の商材とか商品を作ってアピールすることっていうのができるんですよこれまさにアフィリエイトの考えになるんですけど だからメディアを作ったら自分の商材や商品を作ってみる。で、ハードルが高かったら A8 とかで他人の商品っていうのを紹介してみる。アマゾンの商品でもいいですし、楽天でも商品でもいいんですよ。だって a m アマゾンで楽天で誰でも使うじゃないですか。その誰でも使うアマゾンと楽天もアフィリエイトでできるんですよ。アマゾンだったら紹介したら2 3、3%もらえたりとか、楽天だったら1%もらえるとか、そういったことってやってるんですよ。 だから今例えば PV が毎月10万円 PV ありますっていう人とかだとあの楽天とかアマゾンの商品を紹介するだけでもやっぱりお金って入ってくるんですよ。これがまさにメディアを育てるっていうことなんですよ。でも僕もやっぱ年収1000万超えるには絶対自分のメディアっていうのは大きく何か必要だなと思って。 YouTube もそうですし、あとはサイトとかブログもたくさん作りましたし、うん、っていう感じですね。まさにそのメディアなんですよ。で、次ですね。えー、メディアっていうのは、あのブログとか最初難しいかもしれないんですけど、まあ、ここならとかノートとかから始めてみるっていうのはありですね。ここならとかノートって、 あの結構使いいやすすんですよ簡単に自分の商品作って販売できるんですよ。だから自分でワードプレスとか自分で記事作るよりも最初はココナラとかノートとかであの最低料金で売ってみるとか確かノートとか100円とかで売れると思うのでなんか100円で商材作ってみるとか商品作ってみるとかなんかココナラも1000円でしたっけ500円でしたっけ忘れましたけど何か最低金額で商品作ってみるみたいな。 んだからですね、だから副業のなんかアドバイス、電話で1時間します、500円みたいな。うん、でもいいですし、なんでもいいんですよ。だからブログの作り方、なんか、ズ、えームで解説しますみたいな。500円とかでもいいじゃないですか。なんでもいいんですよ。 でココナラとかノートとかで自分自身で何かを商品を販売してみる経験っていうのを得ないとやっぱり年収1000万いくのっていうのは結構難しいですねだからそこから派生してまあ例えばコンサル事業とかスクール事業とか自分の教材事業だったりとか自分のメディアから何かを発信するような人間になる要はココナラとノートっていうのはめちゃくちゃ手数料取られるんですよ確か25%くらいは取られるんですよめっちゃ取られるんですよ だから利益率低く,低くなると年収1000万の道っていうのは近くならないですよね。だから自分の媒体でえ何かをえ発信して販売していく。で、決済システムっていうのは今、スクウェアとかですね。あとは、なんだっけな。えー、スクウェアとなんだっけな。なんかあるんですよ。決済システム。要はクレジットカード払い、なんか払いとか。あの、そういった決済代行会社っていうのが今たくさん増えてるので、 はそういったこともでできるんですよそういったところを使ってあの決済フォームを作るとかそういったこともできるのでまず自分のその商品とかを作るだからそのためにはまずココナラとかノートとかで初めて01っていうのを達成してみる成功体験を得てみるってことがすごい大事ですね。 でかここの後のノートで何か一つ商品を誰かのか買ってみるとか、で、その人のやり方とかをそのまま真似すればいいじゃないですか。あ、こういった流れでこういった商品届くんだ、みたいな。じゃあ、私もこういった商品、こういった商品っていうよりも、あの、例えば、PDF で作るんだとか、わかるじゃないですか。そう。だから、そういった流れっていうのをなんか経験してみるってことがすごい大事ですね。で、あとはですね、えー ある程度一つの収入源が育ったら他の収入源を作る。これすごい大事ですね。まあ、例えば今、物販やってる方多いと思うんですけど、あのー、まあ、例えば、eBay 輸出やってますっていう方だったら、eBay 輸出のアカウントが潰れたらもう収入源ゼロになっちゃうじゃないですか。だから国内で、うん、国内の物販もやってみるみたいな、輸入もやってみるみたいな、アフィリエイトもやってみるし、ブログもやってみる、動画もやってみるとか、自分のコンテンツ販売もやってみるとか、っていう感じで、 ある程度一つの収入源が育ったら他の収入源を作らないと何かあった時にリスクヘッジにならないんですよだから何かトラブルがあった時に収入源が断たれちゃうことがあるんですよこれだとそもそも生活費っていうのがなくなっちゃうので必ずリスクヘッジをするために収入源他の収入源を育てるだから年収1000万円いくためにはあここの収入源がなくなったら年収1000万円にいかないなみたいな だから他の収入源をあと最低でも5個作ろうとかそういった気持ちになればあの勉強する意欲とか知識とかそういったことにどんどん行動できるじゃないですかだからそういった行動っていうのをどんどん増やしていくってことがすごい大事ですねで次ですね15番脱サラするなら最低5つの収入源があった方がいいさっき言ったようにですね脱サラしたいですっていうコメントめちゃくちゃ来るあの多いんですけど あのたまにこういったコメントが来るんですよ。eBay 輸出だけで脱サラしたいですと。絶対にやめた方がいいですね、それは。だって eBay 輸出のプラットフォームが、えー、例えばなくなっちゃったら0円になっちゃうじゃないですか。だから脱サラするのはいいと思うんですけど、最低脱サラする前に、あの5個ぐらいですね、収入源を作った作ってから脱サラした方がいいですね。だ例えばあの自分のブログ持ってますと、自分の YouTube 動画ありますと。 で、eBay 輸出もやってますと。なんか国内で物販やってますとで。あとは自分のコンテンツ販売もしてますと。これだけでも5個いくじゃないですか。その他にもココナラで販売してますと、ノートで販売してますとか。で、これも7個とかいくじゃないですか。で、電子書籍もやってますとかで、8個とかですよね。うん。で、あとはまあ,あ、もう誰かに教えてますとか、コンサルしてますとかで9ですよね。で、あとはまあ、そうですね。 あとは例えば配当金毎年得てますとか10ですよねこんな感じであの5個作ることってすごい簡単なんですよ収入源だからもし脱サラするのであればやっぱりリスクヘッジのためにも最低5個ぐらいですねあの収入源は作った方がいいですねで1つ,ずつ収入源潰れたらあの残りの4つの中でなんか勢いがある収入源に時間を投資してそれを育てるイメージですねそれ絶対した方がいいですね で次利益が出たら税金とかのことはその利益でプロに投げることなんですがたまにですねあの「税金どうしてるんですか?」とか要は最初の税金が怖いですとか「税金意味かんないです」とかあのそれはですね稼いいいででから考えればいいんですよだって稼いだら考えるじゃないですか「あどうしよう」ってそれでいいじゃないですか。 で、稼いで利益が出たんだったら、その利益を使って、青色申告会であったりとか、あの税理士で最初、無料相談やってますよね。だから、近くの税理士で無料相談して、で、費用を聞いて、で、そこでま、まあ、費用、まあ、許容範囲だったら、まあ、普通にあの払って、プロに任せればいいだけじゃないですか。そう。だから、最初から税金、稼いで1円、まあ、例えば、利益が、まあ、毎月ですね、数万円ぐらいで、 あの税理士とか税金怖いなって言ってるんじゃなくて要は本当に大きく稼いだら別にプロに頼めもいいだけなんですよそれって僕もですねあの稼げるようになった時には「税金どうしよう」みたいな感じで思った時に自分家の住所で税理士要は「市」ですよねなんとか市とかでプラス「税理士」で検索した時に、ね、たまたま近くにあってて で、そこにあの実際に電話して、あこの日にあの相談してもいいですかってことで相談しに行って、でそこの税理士の方と仲良く、まあ、そこの税理士事務所の方と仲良くなったなって、今では毎年お願いさせてもらってるんですけど、それはやっぱり稼いでから考えたんですよ。それでいいんですよ。稼いだらもうプロに任せて、あのその悩む時間っていうのを作業量に、悩む時間をなくして作業量を増やせばいいだけじゃないですか。 そうしたらもっと稼げるようになるからあの税理士事務所の方に頼んでもあのその分稼いちゃえば何もあれですよねプラマイプラスになるじゃないですかプラマイプラスになればいいんですよいやなかなか疲れます喋ってるのえー、次次が17番副業のプラットフォームは基本は解約していくので変化に対応できる柔軟性を手に入れるってことが すごい大事なんですけど、あの、こういうことでどういうとかというと、昔 YouTube のですね、あの、テキスト動画とかで稼げるとか、そういったあの、裏技みたいなのがあったんですよ。あの、ブログで簡単にアフィリエイトで稼げるとか。でも、今って通用しないじゃないですか。だから、基本、副業とかっていうのは、どんどん厳しくなっていくんですよ。そのプラットフォームとかって。あの、どんどん厳しくなっていくので、 そこに変化に対応していかないとあの時代とかにも,うもう取り残されちゃうんですよそう。なので変化に対応していって、えー、まあ悪くなっていたところはどんどん捨てていかないとなんですよ。で捨てていったら収入源がなくなっちゃうから新しいことをチャレンジしていく。 それができるために柔軟性を手に入れる。だから今 YouTube 見てもですね、未だにペラサイトやりましょうとか言ってる人いるんですよ、YouTube で。いや、ペラサイト稼げるわけないじゃんみたいな、普通思いますよね。いや未だにそういうことを言ってる人がいるんですよ。これがまさにあの変化に対応してないしあの、どんどんプラットフォーム悪くなっていくので、えー、どんどん解約していくってことなんですよで。あとはですね、18番、パソコンスキル、ライティング、動画アップスキル、安く買って高く売る、買い替えハウスは最低限できるようになる。 やっぱあの1000万超えるためには必ずパソコンスキルっていうのは必要なんですよ。要はインターネットスキル。なんか最低限ですよね。なんか最低限コピペとか、なんかショートカットキーを覚えるとか、うん、なんかもうそういうのはやっぱり覚えないと、まあ、効率悪くなっちゃうので、パソコンスキル、あとライティング、文字を書くスキルですよね。あと動画アップスキル、YouTube に動画を上げるとかですね。あと安く買って高く売る。 転売ですだって安く買って高く売ることさえできれば何やっても稼げるわけじゃないですか。であとはですねあの国内ではなくて海外販売海外発送を最低限できるようにするあの日本で販売するよりも海外で売った方がマジでレバレッジ高くて高く売れるんですよ。だから1000万超えるためにあのこの5個必要ですね。パソコンライティング動画アップ安く買って高く売る海外発送この中からやっぱり。 さっき言ったように月80万以上稼げるところっていうのを育てていけばお、まあのずと1年間で年収1000万円という形になるので、まあ、この中から一つ自分のまあ身になることをやっていくだから自分の,その育てていくっていうイメージですかねそれやらないとやっぱりきついですね。 え次ですね。で、この中、さっき言ったこの中で1万円でも稼げれば、そのところに時間を投下する。まあ、例えばですね、ライティングだったら、ブログで1万円稼げたら、あのー、かける100やれば100万円だし、動画で1万円でももし稼げたら、100やれば100万円ですし、で、物販だったら、もうそれも100ですよね。 だから、1万円稼げたことが何かしらで成功体験が得たら、それはですね、今度習慣化してコツコツやって、そこに時間を投下するってことがすごい大事ですね。で20番はこれ、必ずやってください。作業環境を整える、環境に投資する。まあ、例えばあの、自宅だと作業できないっていう人はたくさんいると思うんですが僕もそうなんですけど。だから、自宅の要は物をとにかく減らして、 目にに入らないよようすするんですよそこで自分のお気に入りのデスクお気に入りのチェアお気に入りのパソコン例えばデュアルディスプレイにしたりとかその作業環境に投資することによってあの要は環境に投資しないと絶対にあの作業できないんですよ人間って弱い意志なので僕もすごい弱い意志だからだからこそ僕はコワーキングスペース借りたりとかしてるわけなんですよ だから自分の家境環境スペース、作業できるスペースっていうのはもう一度見直して、ちゃんと自分ができているかどうかっていうのをあの客観的に見るってことがすごい大事ですね。ただ知識にも投資するってことですね。まあ、例えば知識っていうのは本であったりとか教材であったりとか、まあ、スクールとかコンサルとかですね、こういったものにもしっかりと投資できてるかってことなんですよ。 だから僕だと毎月本何冊も買ってますしあのスクールとかコンサルも年間2回はですね最低入ろうと思ってますしだから年間最低100万円はですね知識に投資しようっていう形で動いてるんですよだって100万円投資してあの最終的に150万円稼げれば50万円プラスですし100万円の種が最終的に1000万とか5000万とかいければあのその分レバレチ効いてますよねだからこそ あの知識に投資できてるかってことなんですよちゃんと知識に何かしらで、えー、毎,毎年ですね何かしらの知識をあの絵にいってるかってことすごい大事ですねで実際に稼いでる人と関わるってことがすごく重要なんですよで僕もあの年収1,000万超えるきっかけになったのがあの関わったら一瞬で超えることできたんですよ だってその人たちが言ってることで全て、ね、自分自身が年収1000万円超えたことっていうのを全部教えてもらったっていうか言ってることをあの同じようにやってただけなんですよだからさっき言ったように学ぶは真似るなんですよだから真似ていくその人たちの行動っていうのを行動であったりとか思考であったりとかあのやってることっていうのを真似ていくってことがすごい大事なんですよだから、あのー、稼いでる人と関わるこれはすごく重要ですね うん、下手じゃないここが一番重要かもしんないですね。で毎月一つ新しいことをチャレンジするってことなんですけど例えば、えー、今月はインスタの、えー、アカウントを作ってみるとか来月はツイッターやってみるとかあの再来月はブログ開設するとか次の次は YouTube やってみるとかあの毎月何かしら新しいことっていうのを一つチャレンジしていくってことがすごい大事ですね。 あのこれやっていくとですね何かしらがヒットするんですよだからそのヒットしたことっていうのを自分なりに伸ばしていけばあの継続できるじゃないですか自分の好きなことになるんでだから毎日毎月新しいことを一つでも最低チャレンジしてあの自分に合っていることを探す探す旅をするんですよこれもめちゃくちゃ重要ですね で、チャレンジしたときにですね、あの12時、20を10個チャレンジして1つでも成功すれば OK なんですよ。まあ、例えばブログ書きました、YouTube やりました、物販やりました、えー、無作用やりました、輸入やりました、輸出やりました、えー、ペラサイトやりましたとか、伝書石やりましたとか。でも、その中でも1つ大きく稼げるものができちゃえば OK じゃないですか。だから、常に失敗していくんですよ。<laughs> あの、普通に。僕もですね、あの失敗しまくって、 で、ようやくたどり着いたっていう形なので、10個チャレンジして、1つでも成功すれば OK、9個失敗してもいいんですよ。1つ成功すればいいんですよ。で、あと、あのー、25番ですね、数年、数十年っていう長い目で、あのー、待つ。長い目は持つってことですね。だからさっき言ったように、あのブログの記事、YouTube 動画も1000個売るための3年かかるわけじゃないですか。1日1つかけると。じゃあですね、あのー、100人中、 5人が年収1000万円の割合だとしたら別に3年後に年収1000万円でもいいじゃないですか別に5年後に年収1000万円でもいいじゃないですかってことなんですよだから長い目で今はあれですよあのドラゴンボールでいう精神の時の部屋にいるみたいななんか修行中みたいな修行を重ねて重ねてようやく5年後に年収1000万円だじゃあ 5年後に年収1000万円に超えて残りの例えば30年間ずっと年収1000万円だったらあのそれはそれで美味しいじゃないですかだから別に長い目で年収1000万円超えればいいんですよ5年後とか3年後とかだから今動画やってるんだ1 0 0動画あのブログも1000、えー、記事で物販だったら1万ピン出すとかでこんな感じで長い目で超えちゃえば100人中の5人になれたら強いじゃないですかそれでも だから、あの、焦らず、長い身を持つってことがすごい大事ですね。僕も、あの、物販とか副業ですね、結局8年間、2013年から参入してるわけじゃないですか。で、あの、数年前に年収1000万とかいったわけなんですけど、やっぱりその中には4年とか5年かかってるわけじゃないですか。あの、4年とか5年の歳決っていうのがかかってるんですよ。 だから4年とか5年とかかかっても別に5年後1000万超えるんだったらあのそれはそれでいいじゃないですかっていうことなんですよら焦らないでくださいってことですねあの農業なんですよお金を稼ぐってだって要はあの畑買ってお米植えても1週間後に種植えてもあのお米取れないじゃないですか収穫できないですよね 物事にはあの収穫するための時間っていうのがあるんですよ。早かれ遅かれそう早い人だったら1年に超えるかもしれないし、遅くても別に5年とか10年に超えれば、別にそれはそれでありじゃないですか。だから物事には収穫する時間っていうのがあるんですよ。必ず。だからそれをですね、やっぱ長い目を持つってことがすごい大事ですね。あと人のことを批判や評論しないってことがすごい大事ですね。だから結局人のことを批判したりとか評論したりとかしても、 あの結局その道を選んだのって自分じゃないですかあのその会社がめちゃくちゃ嫌だとか会社の悪口ばっかり同僚の悪口ばっかり言っても結局その会社選んだのって自分じゃないですかだからもうネガティブな思考は持たないってことがすごい大事ですね批判とか評論しない人のことを評批判とか評論しないでポジティブで物事を考えるってことがすごい大事ですねだって批判とか評論したらあの自分の視野っていうのがめちゃくちゃ狭くなるんですよ そういううい人間になっちゃうんですすよよがめちちちゃゃゃくく狭なっちゃうんですよでも人のいいところところを人のいいところっていうのを見ていくと自分の視野とかやることっていうのが視野がめちゃくちゃ広がるんですよだから逆ですよね人のことを批判評論じゃなくて人のいいところを見つけてそのいいところを真似るってことをすればいいんですねあこれもいいですね であとですね差別化希少性の人間になるってことがこれがまず1,000万超えるためにはめちゃくちゃ必要で差別化っていうのは人がやってないことをまさにやるってことさっき言ったように動画1,000本アップしましたとかブログの記事1,000個持ってますとかあの物販で1万品出品してますとか5,000品出品してますとかあの物販のアカウントいっぱい持ってますとか。 あの自分の商品販売してますとか、ここのノートやってますって。これまさにあの差別化してますよね。人がやってないことやってますよね。あと希少性の人間になるってこと。例えばまあ、希少性っていうのは、まあ同じですね。さっき言っ,て言ったよう差別化と。人がやってないことをやっている人間。要は希少ありますよね。希少ですよね。だから、友達とか見てください。周りの友達とか。えー 同僚とか見てください。YouTube チャンネル持ってる人いますかと。ブログ書いてる人いますかと。あの、転売とか物販とかやってる人いますかと。自分の商品作ってる人いますか勉強してる人いますかってことなんですいないですよね、そんなに。いても一握りですよね。自分の知り合い50人いるけどやってる人1人か2人だなぐらいだと思うんですよ。 普通,のかあの普通の人たちと、まあ、例えば会社とか行っていて、友達とかと、あとは、例えば高校生の同級生とか、中学校の同級生とか、大学の同級生とか、なんかあの同窓会で会えますと。そうしたら、なんか、やってる人いますかってことなんですよ。それやってないんですよね。それはイコールで,ですね、差別化もしてないし、希少性の人間になってないってことじゃないですか。じゃあ、その時に同級生の、えー、例えば飲み会に行きましたと。で、20人いました。 であ,あなた何やってるのって聞かれた時にあ YouTube で動画出したりとかブログ書いたりとか物本やっていてあのそこで月収例えば50万円給料とは別に50万円稼いでるよってなったらそもそもその人に興味湧くじゃないですかこれがまさにあの希少性価値のある人になりましょうってことなんですよ価値に,ある,価値に価値がある人になるとあのそ,そのところに人が集まってくるんですよ これがまさにその1000万超えるためにもすごい必要なことなんですよ。だからそのためにはまず自分が勉強しないと。自分がインプットしないとっていうことなんですよ。で28番、これめちゃくちゃ重要ですね。これ、パソコンの友達になるんですよ。これはあのよく言いますよね。キャプテン翼の,あの翼くんがあのサッカーボールは友達みたいな、あれと一緒なんですよ。本当に。 僕は常にパソコンバッグの中に入ってるんですよ。出かけるときも、こたつに入ってるときも、常にパソコン横に置いてあるんですよだから。守護霊みたいな感じですよね、パソコンが。だから常にパソコンと一緒にいるんですよ。何かあったらパソコンで叩くみたいな。うん。ことを常にやってるんですよ。あの、そうすると情報感度っていうのはもっと高くなったりとか、隙間時間に作業ができるようになるので、あの、パソコンを友達になる。 で友達になるときにやっぱいい友達がいいじゃないですかいい友達はパソコンに置き換えると性能のいいパソコンなんですよだから僕は MacBook Pro 買ってあの250ギガだっけなそんくらいのギガ数でで18万ぐらいの MacBook Pro 買ったんですよだからそうするとあのいい友達っていうかああなんか あこ,のこの友達と付き合ってたらメリットあるなみたいなあ。自分のこと高めてくれるみたいなとか。だからパソコンの友達になるときに自分のパソコンが Windows Vista ですみたいな。もうそもそもコンセントないと起動しませんみたいな。あのめちゃくちゃパソコンスペック悪いですってなると友達になれないんですよ。逆にイラつくんですよ。性能が遅くって。 あの処理が遅くてイラつくんですよ。こんなこともできねえのかってイラつくんですよ。だからこそ自分のパソコンはめちゃくちゃいいのいい,いいパソコンを選びましょうってことなんですよ。だからパソコンにも投資しましょうっていうことなんですよ。これすごく重要ですねで。次ですね。カフェやコーワーキングスペースを活用するってことなんですよ。 例えばですね、あの、米田コーヒーとかありますよね。で、コワーキングスペースってですね、あの、僕も実家めちゃくちゃ田舎なんですけど、普通にあるんですよ。田舎の、田舎の実家の方でも。で、コワーキングスペースすると、もうやるしかないじゃないですか。だって、パソコン持って、別にテレビもないし、友達もいないし、家族もいないし、やるしかないじゃないですか。カフェ行っても、あの、パソコンだけ持っていけばやるしかないじゃないですか。だから、あ、今日、明日、1日オフだってなった時に、家にいるのか、 あの一歩踏み出してパソコンだけ持ってあのカフェに行くかとかファミレスに行くかとかあのそれだけでもやっぱ結果変わってくるのであのこういったあのスペース要は勉強できるスペース作業できるスペースっていうのを活用できているかどうかっていうことがすごい大事ですねで。あと人生の最終目標を設定する僕ならファイヤーってことなんですけどやっぱ人生においての目標を設定した方がいいですね。 僕はもう経済的自由でファイヤーなんですけどその配当金が生活費を上回ってその経済的に自由になるってことを今目標にしてるってことなので人生の最終的な目標を設定した方がいいですね例えば年収1000万円を必ず超えることが目標でもいいと思いますしあの本業とは別で例えば年収500万円プラスで稼ぐとかこういったこともいいと思うんですよだからあの何かしらの目標っていうのを必ず,達成するあの必ず設定するってことがすごい大事ですね のビジネスを楽しむってことが大事ですね要はですね、楽しくなかったら人は継続しないんですよ。これ僕はもう絶対に言うことなんですけど、だって楽しくないことが継続あの、楽しくないことがそもそも習慣化されるわけないじゃないですか。楽しいから人はやるんですよ。楽しいから習慣になるんですよ、それが。楽しくなかったらそもそもやんないんですよ。だから楽しくないことを えっとは、楽しくなかったら半年でやめちゃうじゃないですか。1年間でやめちゃうじゃないですか。これが稼げない原因なんですよ。だから、楽しむってことがすごい大事なんですよ。ビジネスを楽しむとか、あの、やることを明確化するとか、あのこういったことがすごい大事ですね。ってことですね。で、まあ、これで終わったんですけど、うん、まあ、1時間ぐらい喋ったんですけど、まあ、またですね、なんか、 これ大事だなっていうことは普通に追加をしていくんですけど、やっぱこれですね、忘れちゃうことってあるので、やっぱ何度も何度も、まあ、月に1回聞くとか、2ヶ月に1回聞くとか、で、そこであの原点に復帰するってこともすごい大事なので、ぜひ聞いてください。うん。やっぱりあの、まあ、僕もですね、やっぱ継続することで年収1000万円という一つの区切りを達成することができたんですよ。でまさにあの、継続は力なりってことですね。で、ここにこの動画は一応貼っといて、 あとはですね、例えばここならを初めてやってみるとか、コワーキングスペースも検索してみるとか、Kindle Unlimited で, kind Un であの本を読んでみる習慣をつけるとか、で、このなんかいいものがあればですね、こういったところでもどんどん追加していくので、あの確認してみてください。ってことですね。じゃあ、あの、1時間視聴ありがとうございました。まあ、どうにかですね、あの、2000人、今一つの区切りとして、 あの達成することができたので、もう本当にいつもですね、あの視聴してありがとうございますで。これからもですね、YouTube の方は続けていきますのであの、ぜひですね、これからもよろしくお願いします。じゃあ、失礼します。